島の裏側、うん、だいどこなんでしょうね、これは。泳げるじゃん、これドントスイムなんですけどね、泳いでる人がうようよ湧いてきますね。浦からです、こちら。いいベンチがありました。ここでパソコンします。香港ってですね、本当都市のイメージなんですけどね、案外実は自然の方が多いというね。いや、来てみてやっぱり分かりました。やっとピークからピークタワーからの続く道ですね、これ。わあ、ランニングロードですね、これ。すっごい6号かな。いつもとは逆側から山頂公園着きました。山頂公園高知。じゃあね、今日はせっかくだし山頂公園のこっちでね、コンパスの上ででもやりましょうかね。私は来たのが、ですね、今回あそこから来ましたね。あちら、あの湖のもっと下、あっちの方から登ってきました。今日はあちらの方から登ってきました。あっちの山もだから行く道が分かりました。あちらの山は、はい、じゃあ今日はここでやります。どうも、今17時山頂公園からお送りします。今日の一歩ですね。今日はですね、こちらの、コンパスの上でやりますね。特にですね、何これ、これ魔法寺みたいで、何か別の世界のね、方々を呼ぶわけではないんですけど、中心に置きます。で、今日のね、メガネなんですけどね、これマルコポーロメッツラートのメガネでね、とってもかっこいいんですよね。この子が超かっこいいんですよ。ここをこのサングラスのねバランス、まあまず思いつかないですよね。で、これかけるとほんとかっこいいです。夕日の中でこれですね。で、これちなみにこういう風にリップオンなんで外すこともできますし、カチャッとこう、このようにですね開けることもできます。で、これ自体を外すこともできます。本当にいいメガネ。山頂公園からでした。それでは今日、私はこれから帰ります。一旦日本ね、これから20日ほどは日本です。また日本でもまた続きます。ちょっと初め来た時はですね、香港もう全然住む場所じゃないなと思ったんですけどね、ちょっとだんだん好きになってきましたね。うわ、少ない、人が下があの状況だからか少ないですね。こんな少ないの初めて。